こんにちは、心理カウンセラーの高森です。仕事が辛く毎日ヘトヘトになります。帰りの電車では涙が止まりませんという相談が来ることあります。これはかなり追い詰められた緊急性があるコンディションになっておられると思いますね。もしメンタルクリニックに行ったりするとうつ病という診断が下る可能性もかなりあると思います。そういう意味では早く手を打つということが必要ですね。一番いいのは自分自身かかっているストレスっていうものを減らすっていうことができると、これが一番いいですね。仕事の量を減らしてもらうですとか、関わる量を減らすっていうことを、それは周りの環境としてもやってもらえたらいいですし、自分自身が行動としてそういったことをして何もかも抱え込まないっていうふうにして、まずはストレスがかかるっていうものを物理的に減らすっていうことが必要ですね。加えて休日にはしっかり休む、無理に予定を入れて活動しないっていうことをして、自分自身のコンディションを整えるっていうことが必要になってきます。もしこういったものだけでも全然追いつかないっていうぐらいの状態になっていれば、これは場合によってはそのメンタルクリニックに行って処方を受けるですとか、あるいはカウンセリングを受けながら立て直していくっていうことも合わせてやっていく、そのぐらいのことが必要っていうコンディションになっているかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。